インラインゼロじゃなくなってる。ちょ、顔見えてきたらストップって言ってね。あ、見えてないよね。いいよね。なかった？大丈夫？いや、引いた割には変わってないよねこれ。あのね、K2 さんの公演出た時に、あ、見えてた？見えてた、やばいじゃん。あ、ビンゴ歌ってる、みよた。じゃあミキも歌う。何？変わってないね。変わってないね。ちょっと待って、色を変えますわ。何？弾き方がすごすぎて、映ってた？カットで。え、ミオタン珍しいじゃん、あれしてるの。あれカラオケ配信めっちゃ。コギミョンちゃん、コギミョンちゃん、コギミョンちゃん、かわいい。2.5 センチいってたの、すごい。なんなん、あ、え。あ、そう、乃木坂さんからだよ。ミキのサイリウムカラーは乃木坂さんから、紫一本。何の話してた？そう、インラインの弾き方がすごすぎて、奈緒さんにめっちゃ笑われたんだよね。もう奈緒さんに笑っていただけるなら、でも何でもいいんだけど。可愛いなって優しい。クラスメイト。ペンシルね、持ってるんだけどね、ミキ、ペンシル苦手なんだよね。うわ、夏って感じのギフトだね、いっぱい。嬉しい。かわいい。夏、嬉しい。みきな、今日さ、目キラキラしてるよね。今日いい。8時半って何、キラキラする時間帯なのかな、思った。みきもね、つけた瞬間思ったの。あ、久しぶりじゃない、ポンポンプリンちゃん。うわ、リップ出ちゃった。あ、太田彩香さんと出ちゃいました、あの、あれ、公演。嬉しいですか？ミキは嬉しかったです。ご報告まだだったのでしてみた。ミキね、多分基本的に化粧してる顔見られたらね、アウトなんだよね。あ、見たよ、めっちゃ嬉しかった、よかった、見てくれて嬉しかった。そう、だからめっちゃだから強くなっちゃった。あの、化粧してるところあんま見られちゃダメなので、はーい、あ、わらつけられた。久しぶりのコメントじゃない。こんばんは、やっほー。どうしよう、もう一回じゃあインラインをチャレンジ。こうやってればいいんじゃない、こうやってだったら見えない、見えてる、大丈夫だよね。映ってた、大丈夫、映ってないよね。いや、ちょっとむずいわ、むずいむずい。よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。初見さんな、またこんばんは。よしよしよし、セーフだね、セーフ。配信中にどんどん顔に足していく系アイドル。かわいいなギフト、かわいいのばっか。えい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 。チークは西美代さんと同じものを使っています。かっこ西美代さんが私と同じものを買いました、エチュードハウス。今日はかわいいなってたくさん言ってもらえて嬉しいです、優しいです。ラスアイさんの推しが年内で卒業らしい。モエツンさん、マランチョスさんもだしね。
あ、メイク配信伊藤さん NG です伊藤さん NG です。あのね、メイクをする前よりかも、あのなんていうの、メイクをしてる途中が一番おブスさんなのよ一番おブスさんなの。今日はいつもと全然メイク違うんだよ、わかるかな。西井ちゃんみたいな面白い人になりますか。西井ちゃん面白いと思いますか皆さんマイクを向ける。ミオタめっちゃ歌うじゃん今日、どうしたの。マランチョさん知ってるよ、大好きだよ。独特な声なマランチョス、そうラサイさん大好きなので大好きなので、はい。え、ミキマランチョさん会ったことないな。2期生さん全然ないんだよね。メイクしてる家庭が一番おぼしちゃんだから、リカちゃんより面白い。あ、そうかもしれないみんな着てる生誕T、生誕T見えないね。あ、じゃーん、こんな感じだよ。西井さんよりミキ選手の方が面白いと思って、あ、ありがとうね、ありがとうね。じゃーん、意外と可愛い意外と可愛いと思っている勝手に。あ、マキコさんの方ありがとうございます。あ、お手紙読みました、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛い字、ありがとうございます。また公園来てね、くださいね、頑張ってください。可愛い猫ちゃん、紫おそろっちやん。ミキちゃんのツインテール、ツインテールね、またやるね、またやるね。ちょっと今日はできないけど、そうじゃん、年内はマナンチョスさんじゃん。モエンチュンさんは昨日だったね。そうだそうだ、今日限りって見たの。早川さんは配信で英語の授業、ミキもスルー英語の授業任せて、ミキ答える担当で問題は出せないから。え、なんか頭いい人は問題出せるっていうね、なんか問題の意味とかその解釈が分かってるから問題出せるけど、本当に頭いい人は、あの外見頭いいみたいな人は問題出せない答えしか分かってないから、その導きの過程が分かってないから。透明リップ、あ、使ってるよ、使ってるよ、使ってるよ。マキシマイザー反射してる。ミキちゃんの可愛さは何歳からですか。ね、3歳がピーク3歳がピーク、高めのツインテール頑張るね、できたらミオタ歌が上手くなってます。そうそう、ミオタは上手になってるよ。一緒にね歌を歌ってますたまにCan you free the power of words? あなたは感じることができます英語の力を。 Yes I can ってとこ、あ、グラムグラムだ、ありがとうございます。あ、そう、昔ね日本史の何何配信、日本史配信じゃないわ、日本史の課題やりながらやってたんよね。え、ガチ本当に3歳が一番可愛い、3歳だったら自信ある、可愛いですって言える。可愛いな金魚ちゃん、紫とピンクと水色見れたんや、可愛い。生誕ティートレート、お、見たよ、来て来てね、また公園で。そう、金印鹿の島、与田祐希さん、うわ夏いね、びっくりしちゃった。こんばんは。西井さん張り切って歌ってる、張り切ってるはおもろいな。今帰宅したところです、おかえりなさい。お、スイカもかわいい、ハートじゃん。スイカベイビーピチピチだけど広いよ、大丈夫、柔道着着てるぐらいだから大丈夫大丈夫大丈夫。みおちゃんイノセンス歌える年齢だし、知ってる知ってる知ってるよ、知ってるぜ。ね、ミキちゃんの生誕祭はいつかわからない、ミキもわからないの。
とね足したいんだよね顔ちょっと顔足したいんだよね。いやー見たいな、見たいなじゃないな、やりたいな、スイカベイビーで。衣装さ、衣装さん天才すぎん？あのさ、何チュリさんの時に着た衣装赤でさ、そっからあれをスイカにしようっていう発想がすごすぎて、まずそれに一番感動したもん。ミキ、え、そうミキ、お盆にやれるかなと思ってたんだけどね、お盆だったらみんな来れそうじゃない？だからお盆にやりたいなと思ったんだけど、できなそうだね。お盆っていつまでか分かんないけど。あ、ツーショットのやつどう？みんな当たった？そう、ミキは14の予定だったの確か、生誕が。だから14の気持ちでいろいろ前髪とか切ったんだけどダメでしたね。よし、当たったみたい。え、撮ろうね、楽しみ。あ、こんばんは。お盆だったらみんな行けそうじゃんっていう勝手な解釈なんだけど、そう、いろいろずれちゃったからさ。なんかこっち伸びないんだよね、前髪だけ伸び、え、伸びてんのかなこれ。そう、お盆の土曜日とかめちゃめちゃ行けそうじゃないみんなツーショット無事に当たりましたね。お、いいじゃん、一緒に撮ろうね。次は何日の気持ちですか？いやー次ガチで分からなくて、ガチで分かんない。お盆大体15まで、うわーじゃあダメだね。まあいつになっても応募はしますわ、当たるか不明やけど、ぜひみんな当てて、当ててじゃなくて応募してね、みんな待ってるから。ミッキー単体よ、久しぶりだ。ワイにお盆休みとかありません？そうだよね、そういう方もいるよね。14だったらいろいろ完璧だったけど、糸美さんのために休みを取ります、国民の義務。あなんだっけ、なんとかの義務とかあるよね。うわ、三大義務なんだっけ、税金、あ違う、税金とかじゃないね、そういう名前じゃないね。でも誕生日近いのワクワクしてる。ミオが公式より先に言ってた、14日発表されたんや。え、なんて言ってた、なんて言ってた、何の義務だっけ。ちょっと当ててくね今から。あ、納税だ、そうそう、納税、納税が税金、納税と、あ、勤労じゃない、納税納税勤労、何だったかな。あ、スイカかわいい、ありがとう、頑張ってください、頑張ります。何だった、納税、納税、みんな結構適当じゃない食事睡眠とか言って、何だった忘れちゃった。こんばんは、おひさです。あ、おひさです。石津とのツーショット送ったらめっちゃ喜んでくれたこれからも送るね、推しメンに忠実やろみんな結構適当じゃん。かわいい、熱色ペンギン、かわいい。じゃ大喜利じゃない、結構ガチ、結構ガチイヌイット鳥、おい、おもろい。私の三大義務はイヌイット鳥です納税勤労タグ、まあまあ確かに確かに。みんな優しいね、ミキの、ミキのなんとかっていうの多いこんばんはです。こんばんはです。こんばんは。え、なんだっけ？本当に忘れちゃった。教育？教育か。教育かと言って。教育ね。オッケーオッケー。クリスマス、バレンタインデー、誕生日、あ、SKE の三大義務。ミキ、なんでそこ星になっちゃったんだろう。思ったんやけど、ミキ選手の足。ミキ選手の足ね、なかなか公表したことないんだよね。あの暴飲暴食昼寝、ミキやなそれあのね、身長が高い分にもいいんだけど、足がね大きいのがね嫌で、自分実はですね 4.5 あるんですよね。もうバッシュとかは5入ってたもん、ミキ25、
ちゃ右、あんまり足を大きいとこ言いたくなくて、もう最近はもう何でもよくなってきちゃったからいいんだけど、そうオーディションの頃とかね言いたくなかったもん自分の足のサイズ。最近はね何でもよくなってきちゃった。 4.5 か5だけど靴は 4.5 かも。なんかバッシュとかってさ、なんか 0.5 開けといた方がいいとかあるじゃん。だから24.5 大きいよ女子からしたら多分。そうなんかもうオーディションの時から見てくださってる人は分かるかもしれないけど、あそう結構前にさ靴プレゼントしてくださったじゃん。あれめちゃめちゃぴったりサイズで、もう履いたよミキ、履いた履いた、はい来ました、はあ来ました。あるよねなんか靴はそのブランドによってサイズ感とか、ここは大きめ買った方がいいとかね、あるよね結構。バスケしたりさ分かり目が深い。ミキも最近バスケしたくて、この前どこだったかな、どっかでバスケットゴールが外にあってやりたかった。野木太さんは努力感謝映画、そうねそうねそうね。あナイキとかは細めなんだ。あそうミキはあのね一回誰かに言ったらめっちゃ笑われたんだけど、靴屋さんに行ったらあのあなたに合うサイズの靴はありませんって言われて、あの縦があるくせに 4.5 とか5もあるからあるくせに横がね本当になくて、そうみきちゃんやっほーってやっほーやっぽやっぽー、そうだから縦あるくせに横ないみたいな、いやもうそんなわがままな靴ないみたいな。そう伝わる。だからもうめちゃめちゃはっきり言われた、覚えてるもん、顔は覚えてないけど発言覚えてる、衝撃的すぎて。そう縦あるくせに横ないじゃん君みたいな、まあ、それは言われてないけど、あなたに合う靴はありませんって言われた、びっくりしちゃった。だからもうあやっぱないんだなと思って。そうだから一応ぴったしで履くなら 4.5 でも最近は 4.5、 あ確かにサンダルとかいい感じかも。そうミキだから足本当に足ふくらはぎとか太ももとかの足じゃなくて、あの足本当に足え、なんか足ってさ2つあるじゃん、月辺の方ともう丸っきり足の方、本当に足、月辺じゃない方足、口かいてひょん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 、足は細いって言える、だからもう合うのがありませんって言われるぐらい細いから。あクロックスだからもうパッカパカよ、そうパッカパカ、そう足ってさふくらはぎのとか太もものことをなんか付け辺の足って言うらしいじゃん、でも本当に足、単体足、この地面についてるところは細いって言える。そう口かいてひょん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 の、あパカパカね、パカパカ結構有能だからね、未だに言われる西井さんに、信号パカパカやめてくれみたいな、いやふざけてないやんな。名古屋人からしたらねパカパカが普通なの、いただきますよみたいなもんじゃん、信号パカパカしてる。ヒールも履きたいんだけどあれなのよね、身長高いから履けなくて、できればヒールは1センチでとどめたい。ミシャンこんばんは、元気ですか。元気です。ね信号パカパカやんな。ミシャンの足で踏まれ返りますか。ないですね。ないですね。足型希望、足が高い希望か、足が高いいいね、手ねもうあるもんね、みんな次足がいいかもね。最近の西井さん情報、伊藤美希さんが今未読してます。未読してます。ちょ持ってくるって言って全然持ってきてない、ちょっと持ってくるね、気持ちが向いたら。
身長気にしてると思ったからあの靴にしたんで嬉しい。そうヒールね、そんななかったからありがたかった。サイズもぴったしだし。ででででで、よっ、馬が歩く音パカラ、走ってるか、でもパカラ、でもパカラです。パカラしかわからない、馬はパカラパカラパカラ。こんばんは、初見さん。後ろの絵はミキさんなの？あ、そう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 、書いてくださってファンの方からいただきました。あのやさうさちゃん8月3日だよ、誕生日。近くてびっくりしちゃった。おめです、とってもおめです。あ、そう、生誕ティーね、どんどん年取ってくから生誕ティーと一緒に年取ってくよ。ちょっとあれ楽しみなんだよね、ミキ、あれビブス儀式誕生日の日にビブスに年齢を足していく、楽しみ楽しみですナンザレスはここにいる、これこれこれ、ナンザレスいるよ。こんばんは、バーン。日曜日誕生日、あ、おめでとうございます、ハッピーバースデー。まだかでもあと数日ある、ハッピーバースデーなんとかさん、みなさん、あ、せっかく持ってきたんだから出そう。そう、ミキもすぐだ、誕生日もうすぐ。ミクルさんがあっという間に終わっちゃった。そう、熊崎さん、伊藤さん、あやさんなんです、誕生日順番が。すごいよね、連続してんだよね。こんばんは、あ、ミクルンと同い年も一瞬にして終わります、一瞬にして終わります。こんばんは、こんばんは。はい、今日はですね、なんとこちらを飲みたいと思いますなんですけど思いますなんですけど、なんとですね、じゃん、こちら切れてます、消費期限、消費だよねこれ、賞味や、あ、賞味だからいける、賞味だからいけるわ、全然いいわこれ古畑奈緒さんからいただいたお菓子なんで、お菓子じゃない飲み物、ほうじ茶だって美味しいよね。あ、ミコ飲んだことあるかな、いや、ない、いや、ある、いや、ないな、いや、ないよね、ないよねないよね。そう、だからずっと冷蔵庫に入れてたんだけど、ミキは9月1日が賞味、何、期限、消費期限だと思ってたの。だからいや、まだ1ヶ月あるしとか思って、まあでも一応、まあ、見ておこうみたいな感じで、でも一人でなんか飲むのもちょっと何なんかあれかなと思って、もうちょっとみんなとしっかり堪能しようと思ってショールームで飲むって決めてて、あと誕生日に飲みたかったの、本当は誕生日にもう乾杯みたいな感じで飲みたかったんだけど、ショールームで、あのちょっと8月1日いやでも賞味だからいけるかな、まあいっか、でもね、賞味はちょっと持ってるからさ、消費ならまあ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 あれだけど、皆さん気にしますか、賞味期限はミキは気分です、気にしたり気にしなかったり。そう、でもナワさんがせっかく買ってくださったから、いや飲まないのも失礼じゃん、いやでも一生保管しておきたいっていう気持ちもあるじゃんね、だから
迷ってたんだけど、ちょっとさすがに10日はダメかなと思って、今日生誕祭じゃないわ、ショールーム次やるの多分11日なんだけど、そうだから飲みます今日悲しい、飲んだらなくなっちゃう。じゃがりこはまだいける。じゃあのね、こんだけじゃないんで、お菓子もらった、めっちゃもらってめっちゃすごい顔してたかも。ちょびっくりしたから読むね。製造所固有記号 PS 北海道、 R 栃木、茨城 I、 G 岐阜、滋賀 B、 京都 A。 知ってた知ってた、知らなかったんだけど、これどこに使ってんの、その PS とか。待って、意外とやばいじゃん。えみきさ、じゃがりこ永遠だと思ってたの、賞味期限か消費期限か。今2021年ですよね、9月29なんですけど、意外とも明日みたいな、もうびっくりしちゃった。あ、そう、木本香音さんと同じ誕生日。製造場所アルファベットで表すんだ、ほえー、びっくりだわ。こんばんは。だってじゃがりこ永遠そうな顔してない、永遠そうな顔してるよね。あ、ナオさん大丈夫、あり、あり、めっちゃいいこと言うじゃん、あり。でもナオさんの誕生日の日にショールームができるとは限らないけど、永遠なんてないんだよ確かにそうですね、深いですね。本当にじゃがりこ意外と早いイメージ。ミキも永遠のイメージあった。あ、じゃがりことか食べないからね、基本お菓子食べなくて、好きなんだけどね。食べるって言ったら西石さんとかな、なんだけど、お菓子大好き人間。アイスは永遠なの？そうなの？ね、じゃがりこ永遠だと思ってた。よかった、見といて。9月29だって。わかりました。水も永遠じゃない、賞味期限。いや、あるよ、あるけど、なんか本当にカルパスじゃないわ、あれ何、あれあれあれ、カルパスじゃなくてさ、何だった、カンパスみたいな、コンパスみたいな何だった、あの子、じゃがりこ誕生日に食べた、やはりあれだね、そうしようあ、そう、カンパンです、すみません、カンパンですそう、カンパンも永遠じゃん、あれ。じゃ、あるよ、あるんだけど永遠じゃん、あの他とのさ比べたら永遠じゃん。こんばんは、ミキの手だよこれ、早くない、手振るのじゃがいこで野菜摂取した気分になれる、ないねそれは、ミキはすごい発想ね、誕生日にじゃがりこに KP しよう、いいね、そうしよう。カンパンは水1年半なの、うわそうなんだ、結構みんな早いね、結構みんな早いわ。ハッピーターンの粉もそうなの、そうなの、本当にアイスないんだ、賞味期限。あ、ガチ遊びに来たよって、ありがとう。あ、確かにじゃがりこじゃがいもか、あ、じゃがいもって野菜なの、野菜か野菜って言われるとさ、ピーマンとかパプリカとか思っちゃう、人参とか。じゃがいもはなんか炭水化物だからあんま野菜として見れないアイスはリアルガチスーパーパックスーパーカップあるんだ、今日滑舌悪いでいい。ケチャップ野菜なの？本当に？ケチャップってトマトだから、そういうこと？そういうこと？いや本当に？そんなん言ったら全部野菜なんじゃない？この世の中人間も野菜なんじゃない？おしめは永遠、ぜひぜひ一
ちごは何類？いちご果実類。果実類。いちご、いちごは野菜やろ。ミキちゃんも野菜に例えるとやってたね、チームEさんで。ミキはオクラで、オクラが好きなので。おしめに期限なし、ぜひお願いします。アメリカではピザも野菜。本当に本当になかなか飲まないっていうね、それに持ってきたのに。ハートありがとうございます。飲もう、せっかく。えみきは今飲んだことあるかないかで気になってきた、急に。こんばんは。そう、ビビっちゃう。なんかみきからしたらすごいものだから。前髪切りました、イエーイ。スタバさんの新作飲んでないです。あ、もったいぶってるっていうやつかも。え、味で思い出すかな、飲んだことあるか飲んだことないか。ナス色、確かに今ナス色の T シャツ着てるわ。僕は代わりに飲むか。あ、それは絶対嫌。絶対自分が飲む、絶対自分が飲むから。それだけはないね。リカちゃんはな、ラーメンは飲み物ですよ。まあそういう人もいるよね。そういう人もいるよね。カレーは飲み物みたいな感じだよね。もえつんさんアバターにしてみた。キャワキャワキャワ。じゃあ飲みたいと思います。えいえい。あ、こんばんは。ちょうど来ました、来ましたね。なおさんのアバターの方、ストロー刺す儀式。え、振るとかある？振るとかある？ないね。おお。あ、開封後か。ねえ、美味しい。まだ飲んでないね。え、どこ？いた。行きます。せーの。いや、刺しちゃう。うわ。刺しちゃった。刺したけど飲まないっていうね。めっちゃ飲みたくなってきた、急に。おいしそう。あ、スタバさんの新作飲んでないって言ったっけ。牛丼飲み物です。いやいやいや、それは完全に食やろ。ストローよくさせました、パチパチ。ありがとうございます、ありがとうございます。遊びに来たよって、ありがとう。飲むね。なんて幸せな時間なんでしょうか。大行の早口言葉お願いしますね。大行言えないらしい、苦手だねって言われた大人の方に。え、でもミキも歌ったら、あ、歌えてないと思ってびっくりした。スイカベイビー、いただきますね。あ、セータンティー、こんな感じ。かわいいでしょ、かわいいでしょ。じゃあいただきます。もうめちゃめちゃストローさせたら急に飲みたくなった。いや、もともと飲みたかったんだけど、飲みたかったけど歌えなかったから飲めなくて。いただきます。いただきます、いただきます。ダゾザドドドドザダ、あ、言えた。いただきます、いただきます。え、本当に飲むね、いただきます。おいしい、おいしい、おいしいです。え、言えてなかった、嘘、本当に。ダンダダン、言える言える、おいしい。いただきます。マンモス、ミヤマンモス、
ミシャンこんばんは、久しぶり。生誕って受け取ってきてよ。おお、いいね。おそろっちよ、おそろっちよ。おいしいよ、めちゃめちゃおいしいよ、うまいよ。飲んだことがないような気がしてきた。ミキが飲んだやつはなんか車に入れといたら冷たかったんだけど、ホットになっちゃって、なんかホットほうじ茶みたいになっちゃった。わかんない、これだったかな、忘れちゃった。美味しいです、とてもとても美味しいです。アスファルトの大、あ、ミキの食レポ美味しいしかないんですよ、はい。鉄の獣が走るよ。ミッシャンやってくれましたん。うん、君にときときめきめきときめいて気持ちがそわそわするよ。今日まで思ってたのに。ほうじ茶の感じあります。あります。美味しいです。あ、聞かれたら答えます。食レポ。ただただ自分は美味しいから美味しいしか言わない。次みくるさんと会ったら多分スタバの新作飲んでると思われる。多分。今日はミキさんのタンプレ探してた、ちゃんと送るから楽しみにしてて、嬉しい、ハートいっぱいありがとう、嬉しい。今週のゼロポジはあれかな、あれプレッシャーバトルだっけ、プレッシャー、プレッシャーだよね多分今週。いやー体張ったね、プレッシャーもプレッシャーバトルも体張ったね。待っててね、みんな楽しみに待っててね。こんばんは。美味しいだけ食レポの仕事をつかむんだ。どれだけ美味しいで表現できるか、逆に難しくない。今週プレッシャーゼロポジ見てね、みんな。ゼロポジ、ゼロポジション。こんばんは。名前で急に話し振るけど、皆さん何顔が好きですか。ミキはタヌキ顔が好きなんですけど、ほうじ茶に何ケーキが合うだろう。え、もうミキは今もうあれが食べたくて、スタバさんのアールグレイスコーンが食べたいって言ったから、めちゃめちゃ食べてないんだよね。ね、8月中にね生誕できたらいいね。今月からモブメ撮り始めました。え、なんかめっちゃ前から撮ってくれてたイメージだった。勝手にショールーム来てくれてるからかな。ピアング食べたから覚醒した、本当。そう、長濱ねるさんのめちゃめちゃ顔好きで、そう、たぬき顔めっちゃ好きなんだよね。でも朝行かないんだよね、スタバ。多分夜行きがち。見た、めっちゃ嬉しかった。なんか嬉しい、なんかミキと同じ髪型にしてくださいって言われる現実がめちゃめちゃ嬉しい。ミキもさ、今も出すもん、この前髪でお願いしますみたいな、この人のみたいな感じでみたいな。めっちゃ嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。推しの顔がドタイムです。あー、あの顔ね、青木さんの顔ね。伊藤美希顔ってどんな顔なんだろうね。スタバさんはどこも飲んでないんです。どこも47都道府県どこも飲んでない。ゆくしー、かのんちゃんとね全然会えてないの、公演がないから。だるまいっぱい、ありがとう、ありがとう。夕飯ダッシュで食べてきた。何食べたんだい。三重は何だった、忘れちゃった。だるまいっぱいありがとうございます。
あ、宇治なんとかになって美味しくなったね。あんこはね、人それぞれなんかあれだよね、ありそう好き嫌いが。なんて優しいの美容院の方、なんて優しいの、優しいお目目をしてますでもミキの顔はスポーツ100できるかもう0できないかの顔って言われる。でもどういう顔って感じなんだけど、多分顔は何きついからあのスポーツできそうなんだけど、何なんだろうね、体格わかんない、なんかね、なんかがなんかでスポーツできなさそうにも見えるって言われた。でもできるかできないかみたいな、どっちかの顔って言われる。なんか微妙にできる顔じゃなくて、なんかもうめっちゃできるか全くできないかの顔って言われる。まあ、どんな顔なのかわかんないけどよく言われるからそういう顔らしい。なんかミキも大富豪やりたくなってきちゃって、最近やろうかなと思ってきている。なので皆さん会いましょう大富豪で最近やってなかったんだけど、大徳さん以降あんまやってなかったけど、最近なんかみんながやってるからやりたくなってきちゃってやろうと思います。こんばんは。あとなんか何コメントはだいたい毎日書いてるからぜひいいねしちゃってください。かわいいね、やっぱスイカ、スイカかわいい、スイカかわいい。あ、ミキ今アイコンアナソなんだ。昨日確か引いたらアナソ出たからアナソに変えた。ミキさんがスポーツ万能なのちょこっと後からしてギャップもした。やっぱ見えないのかな、スポーツできるように。別にできなんかめっちゃスポーツできますってわけじゃないけど、得意な方だから言ってるんだけどね、やっぱ見えなさそうなんかな顔顔。嬉しいスイカありがとうございます。飲んでこ飲んでこ。ミキの目標はアナソに呼び捨てで呼ばれるようになること。ミキって呼ばれたいアナソに。ミキ基本ね、なんか同期からとかはねちゃん付けじゃなくてね呼び捨てで呼ばれたいんだけど、その中でも特にアナソがいいかな、ミキって呼ばれるの。初見です、だって同じ名前じゃん。こんばんは初見さん、おそろっちお名前ミキー丸ついてますけど棒読みそう。呼び捨てファンタジー忘れちゃった、急に歌忘れた。リカっていうの、あのそう聞いたことないんだけど。ミキさんと会いたいよと、今回は東海行ったら絶対会いに行くね、待ってるよ、待ってるしかしないよ。あ、みんな呼んでくれる、優しい。カノンちゃん、カノンって感じか、本当にミキちゃんはミキちゃんって感じ、嘘本当に。なんかねでも高校になってからかな、同じ名前で親近感湧いちゃいました。ミキもミキも呼び捨てで呼ぶ人はね同期はいないかな。ミキってね、どうなんか文字だと可愛いけどさ、口だとどう表していいか分かんないよね。あ、そう、ミキはカノンちゃんのことタコシャンって感じ、タコシャンって感じタコシャンって感じ、アルファベットのミキって感じ、なんかナイキみたいでかっこいい、かっこよき。確かに呼び捨てのほうさんだけかも、本当だ、今思った。
ね、口でミキってむずない？あ、思い出した。呼び捨てにしてほしいの。え、なんかね、なんだろうね、なんか同期ってさ、やっぱりダントツ仲がいいわけじゃん、誰よりも。だからこそかも、呼び捨てほしいなと思うの。え、でもね、え、めんどくさいんだけど、めんどくさいんだけど、ファンの人からはミキちゃんって呼ばれたい精神が謎にある。めっちゃめんどくさいでしょめっちゃめんどくさいでしょ。え、でもミクルさんからはミキタンって呼ばれたいとか。ね、めんどくさいのミキはミキはめんどくさいの。ハチマルシかっこいい。え、でも想像つくな、ハチマルシって呼んでるの。え、なんかなんだろうね、なんなんだろうね、結局なんでも良さそう、ミキなんでも良さそう。え、なんかね、ファンの方からはなんかミキちゃんみたいな扱いをされたいみたいな面白呼び捨てするようなガチ恋オタクはどうすか。あ、確かにガチ恋の方はミキって呼びたいかもね。確かにそうかも。ミクルのブログの写真すごいね。え、なんだ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 なんかなんだなんだろうね、希望ね。今ある希望は、アナソはミキがいい。あ、怖い怖い怖いアナソはミキがいい、ミクルさんはミキタンがいい。ミキじゃんミキじゃん、いいね。え、あとは何でもいいその二人だけだな、要望あるの。じゃあ石津は、え、じゃあ石津と、石津はじゃない、なんか他のみんな、じゃ、なんていうの、なんだろうな、なんだろうね、可愛いんだよね多分。例えばミクルさんがミキタンって呼んでるミクルさんが可愛いの。そう、そういうこと、そういうこと。ミキが伝えたいのはそういうこと、相手がどれだけ可愛いかだからなんかね、自分がこう呼ばれたいっていうこととかじゃなくて、伝わるかな、呼んでるミキタンって呼んでるミクルさんが可愛いからミキタンって呼んでほしいみたいな。そう、あれだよ、可愛い女の子が好きじゃん。そう、アイドルが好きだから、そういうあれなんだよね。わかるかなむずミキ呼びダメですか。え、可愛い、あり、はい、てて。そう、相手次第。そう、オタク志向なのね、やっぱり何でも。だからアナソだったらちょっとミキって呼んでる、その怖いねミキって呼んでる、そのガキ感が可愛いとか、そう、そういうこと。なんとなく分かった。そう、そういうこと。そう、オタクっぽい、なんていうの、そういうこと。そうそうそう、オタク視点みたいな。え、ミレタンはミキちゃんがいいかな。ミキちゃんって呼んでるミレタンが可愛いから、そのやっぱイメージに合った呼び方にしたいのプロデューサーだからミキは。そう、ミキュって呼んでるね、感じが可愛いからミキュがいいそう、アナソのミキって想像してみ、可愛くない。俺はなんて言えばいいんだ、ミキちゃんがいい。そう、今もう想像ついてる、ミキちゃんがいいで、伊藤はクラスメイトやん伊藤はクラスメイトやん。そう、伊藤 P だから可愛い子に名前呼ばれるの幸せだよね。あ、もうみんな嬉しいよ、みんな嬉しいけど、名前呼ばれることは嬉しいよ。そう、糸ミキ P だから、常に常にプロデューサーだから。そう、すごい綺麗な色、可愛いでしょ、紫可愛いでしょ。伊藤さんって呼びます。あ、伊藤さんは中学の時めっちゃ嫌だった、クラスの人に呼ばれるの。え、これは多分女子あるある、苗字さん付けめっちゃ嫌みたいな。え、でも
聞いて、めっちゃめんどくさいよ。ファンの人に伊藤さんって言われるのは嫌じゃないの。でも結局何でもいいんだけどね。これ終わんないよ話、この名前呼び。一回ね、一回っていうか多分これ数回したことあるんだけど、一生終わんないのこの話。あの終着点がないから。ハートいっぱいありがとうございます。だからなんか始まるチャイビオン嬉しいの。あ、昔から応援してくださってなみたいな。え、でも学校のさん付けは嫌だった。特化でお願いして何かしらプロデュースしてもらう。あ、それあり、あり。え、ミキはその人に合った呼び方をしてほしいから。あり。私は、私、僕をなんて呼べばいいですか、伊藤ミキのことって聞いてくれたら何でも言う。はじめまして。すごい独特なアイコンだ。え、だからあれだね、やっぱトーク会に来てぜひ聞いてくださったらめちゃめちゃいい。その名前呼びでめちゃめちゃ話膨らむ、すごいよ。え、みんな東海でぜひ聞きに来てほしい。むしろミキからお願いして聞きに来てください。早香ちゃんもイガドンから早香に変わってる。え、そうなの、早香さん。え、どういうことどういうこと。パピーが早香って呼んでほしいって言ってるの。え、ミキティアンはミオタン。あ、そう、ミキティアンはミオタン。そう、結局わかんねえ。そう、それが正解、それが正解です。ミキティアン、呼び方を決められたい人多数。本当に本当に。そう、みんな聞きに来てください。トーク会ならの糸みきの話は聞く会。え、ほんかわいい。え、待って、ナタンさんのバターかわいすぎん、びっくりしちゃった。今キラキラ輝いてんじゃん、かわいい。え、ミキもでも尽きちゃいそう。あ、でもできたらめちゃめちゃ、これもめっちゃめんどくさいあれだけど、なんていう呼び方がいいですかじゃなくて、できたらなんて呼び方か、なんていう呼び方に迷ってるんですけど、どっちがいいですかみたいなのあれの方がめちゃめちゃありがたいです。かわいい。来週ももらえるよ、ナータンサーバター。あ、そうなの。え、欲しい、価値欲しい、調べよう。え、そうだね、ミオタンはミキティアンがいいかな。え、それにミオタンの呼び方があるの、めっちゃ難しいよこの話。え、そう、ナオさんのアバターもどうやってもらうか分かんないんだけど、どうしたらいい、どうしたらいい。あ、そう、選択肢何個でもいい、何個でもいい、2個じゃなくても3個でも4個でも何でもいいんだけど。でもファンの人は基本ミキちゃんがいいってなりそうだな。あ、イコタイムに行ったらもらえるんだ。了解了解了解。うわー、そうなんだ、ミニアルバムね、了解。選択肢言ってる途中で時間終了、もう一周。もう一周。ミキちゃんマン、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、採用。ミキちゃんがしっかりする。そう、しっかりするじゃない、しっかりしっかりくる、違う、しっくりくる。そうだよね、ミキもね、結局そうなりそう、結局は。なんだかんだ、え、なんかね、青木さんに呼ばれて気づいたの、ミキティアンはミオタンがいいなみたいな。あの、ミオタンのミキティアンめちゃうまくて、いや、どういう感じってなるかもしれないんだけど、それが気になった方はぜひミオタンのトーク会へ。そう、ミオタンのミキティアンが一番いいの。ナオさんのさ、アバター2種類あるよね。え、ちゃん付けが恥ずかしいとかあるんだ、意外。ちゃん付けが一番楽そう。え、伊藤さんが一番楽なんかな。え、でも伊藤さん距離めっちゃ距離感じない。え、でもミキはファンの方からの伊藤さんは全然いいの、いろいろ楽しみが増えた。え、嬉しい、めっちゃめんどくさいって思われてそうなのに。やだ、もう推しがこんな名前でね、こんな何十分も喋られるの。あー、ミキティアいいね、想像ついた。そう、想像ついたら OK みたいな。
してほしいの。じゃあみんな特会来てね。あー確かにミキさんのイメージある。でもいいよ、めっちゃ合ってる顔に。顔にめっちゃ合ってるミキさん。今更だけどちょっと癖の強い推しなの。嫌じゃない、もうこんな名前で永遠に喋れる推し。ミキちゃんマンか、誰のがねミキでもやってます。いや絶対ミキちゃんマンやろそれは。部数増えてますよね。そうね、増えてたらもっとお話できるからね。東海次はもうちょっと話せるように行くね。そうね、もっと話したい。ミキもめっちゃ待ってるね。東海めっちゃにぎわいそう、ほんと名前だけで。一部、今日の一部は名前のことに関してしか喋りませんみたいな。名前以外は黙りますって言って。トレカ買ったんだけどミキノンが出るようにおまじないけど、トレカってなんだ、聞いたことある。トレカ、え、トレカってあれなんだ。あれなんだなんだ。ミキちゃんこんばんは、かわいい。 NGT さんのアバターだ。こんばんは。トレーディングカード、トレーディングカードなんだ。初見です、初見さんこんばんは。ミキと名前似てる。プリンセス、あーね、あのラプンツェル風の気持ちラプンツェルのやつだ。気持ちラプンツェルのやつ、え、当たってほしい、当たれ。ラプンツェル風当たれ。こんばんは。あれね、みんながさ、あれだよね、ハッシュタグつけて行ってきたよみたいな載せてくれるやつだ。あれ嬉しい、あれ結構嬉しかったりする。一緒に旅してくれるやつ、ミキと。あれ結構嬉しかったりする。嬉しいよあれ、みんなミキと一緒に旅行してね。これは当たるね。パリン、パリンじゃない、なんていうの、パリン。あ、そう、携帯の裏に挟んでくれたりとかめっちゃ嬉しいから、みんな。あ、そうそう、スタバとか行ったらミキティアンとスタバみたいな感じで、あれ結構嬉しかったです。サイン入り写真でよくツイートしてます。あ、見ます。あの、アラノさんとありがとうございます。勝手にアラノさんとお出かけできてるミキ。ひとみちゃんこんばんは、初めて見えた。え、嬉しい。名前、名前西井さんやん。こんばんは、嬉しい。そんななんか泣き絵文字作ってくれて嬉しい。指、あ、パチーンだ。パチーン鳴らせないからさ、どうやって鳴らすんだろうね。え、本気で練習したもん、一日だけ。鳴りたくて。こんばんは、チカゴさんのアバターの方だ。あ、そう、え、聞いて、あのさ、石津さんがファンからのプレゼントにミキちゃんのトレカもらってたよ。え、そう、今どうしてるか分かんないけど携帯に挟んでくれた石津がミキの顔を。めっちゃ嬉しくない、毎日一緒だよ石津とミキ。そう、めっちゃ嬉しくない。え、なんか袋に戻すかなって思ったの。あのね、ファンの方からいただいた袋に見て、え、なんかミキちゃんのだけど、イヤンのだけどみたいな、戻そうみたいな感じで戻すかなと思ってたの。そしたらスッって携帯に入れたの。めっちゃ嬉しくない、まあ、今わかんないよ、今わかんないけどね。なるべく聞かないようにしましょう皆さん。石塚さんにミキちゃんのトレカはどこって、その時にもし携帯に入ってなかったらミキはいなくなったってことなので、はい、聞くのやめましょうね。もし携帯がいなくなってたらミキティは泣いちゃうからね。もし今も携帯泣いてたらミキと石塚ちゃんは毎日一緒。遊びに来たよってありがとう。こんばんは。おー、雲ついとる。西井さんだから。こんばんは。
え、結構ガチ力入れてるってパチンするの。あ、みおさん配信終了したかな、みんな来たのかな。呼び捨てにしてほしい。え、入れてんの、石津まだ入れてんの。あ、シールは多分ね、チョコのやつ入れてんだよね、あの子。初めて行った公園が We are growing up 公園でした。また行きます。あ、ミキも今日そのハート燃えてる絵文字使った。今日そろっちやんそろっちやん。え、ハマったんだよねミキもこのハート、一緒に使ってこう こんばんは、みんなこんばんは。朝は苦手ですか。朝は苦手ですね最近朝目覚めないから分かんないけど、ミキは誰のトレカも持ってないと思う。うん、ハトめっちゃ種類あるの。そうなの。ミキしか勝たん。なんかかわいいね、ありがとう。ミキルみたいだけどかわいい。え、でも永遠に朝か永遠に夜ならミキ永遠に朝がいい。さすがにね、ずっと暗いのはちょっとねちょっとね。かわいいって、くまちゃんかわいいな。アイコン、西井さんにくもが友達でしょって言われた。くもが友達でしょコピペコピペっす。スーパー夜型人間ですか。そうね、そうかもしれない、わかんないそうかも、うん、そう、うん、わかんない。本気出したら何でもいけるあー、自分のトラッカーもらってない、もらってないけど、うん、大丈夫自分のは大丈夫。記念に欲しかったりとかはたまにするけど、だからもらえるもんはもらうみたいな感じ。こんな感じでね、こんな感じでみんながサイン会の時に使ったやつとか、もらえるもんはもらう。やっぱりさ、自分がこうなってるの嬉しいじゃん、だからもらう。自分が生写真になる日なんてね、すごくない。みくるんのことみきちゃんのに見せて、みくるん呼びの許可。うわー星だー西井さんの話題で思い出した曲が西井さんのね、面白そうだね、質問返し。ミシャのアメブロも見てね。最近自分のことミキちゃん呼びにハマってる、許してね。起きだめ寝だめできますか。あ、できる、できるかも、わかんないわかんない。そろそろ寝ます、おやすみなさい。あ、おやすみなさい、おやすみなさい。また、あ、11日に配信するので見に来てね。あ、ハートいっぱいありがとう。あ、伊藤さんのブログでやってたやつね。あー、住所はどこですか、ここですとかやつか。思い出した思い出した思い出した。パリン、違う、パチンそう、誕生日は当日に配信したい、個人的には。アメブロの、あ、アメブロ今日あげたよ、昨日あげたんだけどね、上がらなくて衝撃。今日の3時ぐらいに上がったんじゃないかな。1回目のブログが読み直ししてるって、やだ恥ずかしい恥ずかしい。え、もうなんだったん、そんなバターかわいすぎる、かわいすぎる。みんなアメブロも読んでね。あ、そう、 S さんがね、ゼップツアーやってる日なんだよね、11日。あ、そう、アメブロね、今後も引き続き書けるみたいなので、みんな見てね、引き続き。嬉しいわ嬉しいわ。アメブロも読んでね、みんな。今は質問返ししてる。
え、なんかアメブロでやってほしい企画とかあったらもうぜひぜひ何でも言ってください。何でもはできないけど。めっちゃ勉強熱心やん。ミキについて勉強熱心。またハッシュタグ80チェーンで教えてください。そう、アメブロはね、せっかく動画が投稿できるから。動画今日上がってなかった。動画今日は上げたけど、今日更新されたのは動画ついてるはず。はずはず。あ、ついてなかったかな。待って、ちょっと記憶がない。みっちゃんってインスタとかツイッターとか SNS やってますか？気持ちはやりたい。気持ちはやりたいけど、インスタはまずなくて、ツイッターは自分が SKE の10期研究生なんですけど、あのその10期のツイッターはあるのでぜひチェックしてね。誕生日に多分更新するから、11日に誕生日来ましたピースって乗っけるから見てね。ね、個人のねツイッターとかインスタね始めたいんだけどね、まだ研究生なので。こんばんは。こんばんは。カッキーさん推し。あ、そう、天一のコメント返した。そう、大行が苦手だったんだよね。なんか歌った時に大行が詰まっちゃう。大行で詰まっちゃう。何だったっけな、会いに行こうかささやかなんかを歌った時に、わ、会いに行こうかな、早速ツイッターフォローしました。嬉しい嬉しい、ありがとう。10期みんな大喜びですね。そう、いいねとかも押せないから、ミキたちまだ。そうなのよ、押せるようになったらいいんだけどね。ヤッホーヤッホー。ダダマシンが言える。歌だと言えないんかな、なんなんだろうね。気がうまく言えない。ミキの名前呼べんやん。こんばんは。こんばんは。今日も暑いけど笑顔でお元気ですか？お元気です。今日暑かったね。暑かったね。え、ミキはあのあれ、滑舌悪くないと思うけど、滑舌悪くないと思うけど調子によって悪い日もある。バラありがとうね。雨っぽいね。台風ってさ、どっかの国で言うと台風って言うらしいよ。言ったことあるっけ。中学の時に教えてもらったんだよ。中学の時に仲いい子に、台風ってさなんとか語で言うと台風って言うらしいよって言って、みんなで爆笑した。そんななんかモロみたいなとこあるみたいな感じ。10期で好きなメンバーはミキさんだけをとりあえずリスインした。何リスインって。あ、英語なんだ。タイフン。うわ、英語だったんだ。早く伊藤さんの出る公演に入りたいです。あ、井上瑠香さんのさツイッターの方じゃない？こんばんは。バイク乗ってる。かっけリストインちゃう。え、どういうこと？あ、リストインってそういうこと？リストにインみたいな、そういうこと？あ、ハリケーンがアメリカ？推しと一緒で大事な日に台風呼んでしまう女です。いいじゃん、恐ろっちで。ミキ、台風じゃなくて普通に嵐だからな。こんばんは。仕事疲れたけどミキちゃん見て元気出たよ。あ、嬉しい、ありがとう。おつぴです。
あ、HKT さんのアバターの方だ。そう、雨女なんですよね。次期や伊藤ティアン、伊藤ティアン初めて言われたわ一番気になってます。そのまま突っ走ろうぜ一緒にあ、サイクロンも聞いたことあるな。こんばんは、かわいいアバター。そう、めっちゃ雨女だから、ミキ鎌田さんの生誕 T 着ないといけない可愛くない鎌田さんの生誕 T、 普通に着たいわ。あ、インド洋夏いな、テストで書いてた。ここは何の海ですかみたいなインド洋。ミレさんは雨女なの、知らなかったわ。あ、生誕雨だね多分。あ、でも台風の後だから多分晴れる晴れる、自信ある。ミキさん最近気になってオンライントーク会申し込もうと思ったら締め切られた。悲しい悲しい。じゃあ現地のトーク会来てほしいな、待ってるね。あ、でもうわ、どうだろうな、誕生日晴れと予想誕生日晴れと予想。うわ、待って、雨だった気がするな。雨じゃない、自分の誕生日雨な気がする。生誕は晴れるよ生誕は晴れるよとか言って、このアバター可愛いでしょ、可愛い可愛いあ、ワンチャン 2,3 倍もあるかも。あ、確かにありそうじゃない、ツーショット会のやつやんな。ありそうありそう、どっか行きます、絶対行きます、気持ち伝わります。今日は生誕 T で仕事に行ったら数学の先生が背中の数式めちゃめちゃ深読みしてた。確かになんか何簡単すぎてなんか書けてんじゃないかとか思うよね。心はいつだって晴れでしょ。劇場屋内だから雨降っても大丈夫や、前髪やられるんよねあと汗の量すごい量になっちゃう。オンライン諦めて現地行きます。オンラインもぜひ応募しちゃって。 11FC の電気を見たらライブだって、さすがすぎん、びっくりしたんだけど。かわいいだって、おつもくさんのバターの方だ、かわいい、キャワキャワ。紹介で初めましてします、ぜひぜひ。バスケね、あれ見た、 3対3見た。秘密インシデント、顔ちっちゃく見えないこの坊主あ、だめ、笑ったらダメ、顔ちっちゃく見えるポーズ。え、でもさ台風だからさちょっと危ないよね、雷なんか誕生日配信嫌よ嫌よ。秘密インシデント、初見さんだ、桃が団子持ってない、かわいい、こんばんは。痛い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 、内容配信しんどい、間違いないやだよ、ごめんね電波がとか言ってやだやだ、 Wi-Fi 切ってた、やばいぞこれやばいんじゃない、台風切ってたじゃない、 Wi-Fi 切ってたからやばそう、ギガが本当に知らなかったことをどんどん知れるから公式ブログって言うようになって改めて思ってるよ。皆さんぜひこの言葉を胸に見てね、ブログブログかん、ブログいっぱい書いてるから、これは通信量やばい。そうだよね、だって1時間もう Wi-Fi 切ってたんだよ、やばくない。こんばんは、ハートありがとう、ハート。あ、アボカドだ、かわいい。
モバメもさらによく知れます。皆さんぜひモバメもよくさらに知れます。最近テストだったから明日が始まるちゃんへツイートできてなかった。これからするね。みんなしてね。みんな待ってるよ。ハッシュタグはちまるちゃん愛が多い日は一日ルンルンです。いっぱい来ると嬉しい。え、そうなの、ショールームギガ消費ないの。そうなの、知らなかった。嫌じゃない、頭月の初めにあれギガピンチですってメール来たら。秘密インシデント、石津がミッションのトレカ持って笑ったんだけど、え、待って、嬉しい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 嬉しさの舞出ちゃった。嬉しい嬉しい嬉しいです。照れちゃい、私でいいは無制限です。かっけー。あ、こんばんは、久しぶりじゃない、めちゃめちゃポストオフィス仕事で疲れ果てたけど、ミッションの足に元気いました。嬉しい嬉しい、お仕事お疲れ様です。ピンチはチャンス、チャンス、今なんて言った、ピンチはチャンス、ギガチャンス、お、いいね、テンポ良き。90ギガ、すげえ。なくなんない、スタバさん。ね、よかった、石田とめぎ毎日一緒だって嬉しい。え、でも1ギガとかの人もいるよね、毎日 Wi-Fi 持ってるから大丈夫みたいな。ミッちゃんの部屋綺麗ですね、こっち側だけねこっち側だけね。ミキは例えば東海行くよって人覚えたりするの、記憶力神だよね。嬉しい、大体会った人覚えてる。だから公園とか来て、ね、お見送りで、うおーこの前の人じゃんとかなる。そう、しそわいじゃん、本当に、いすいすなぞにいすずの名前2回呼ぶ、いすずいすず、もしかして覚えてもらってるの、もちもちもち、久しぶりじゃん、コメントしてくれるの。反対側違うのか、そうね、反対側結構詰まってんじゃない認知の鬼伊藤ティアン、イエーイ。覚えてもらうほど公園行けてないかな、ない、ない、星がないなのかな。メールの方に返信見てますよ、ありがとうございます。こんばんは、あ、入江千島さんのアバターの方、アバターよく覚えとるなって思う、もち、名前も覚えてる。東海で髪切ったらびっくりした、本当にびっくりしてる、あのじゃなかったじゃんあ、でもびっくりしてる反応だったかも。覚えてるだと、覚えてるよ、覚えてるよ。こんばんは、こんばんは、お久しぶりじゃない、この前の人じゃんって思えてるんだ。うん、 いつもの人じゃんって感じ、この前の人じゃんじゃない、いつもいつも来てくれるから、いつもの人じゃん。絵日記は毎日書いてる、絵日記書けない書けない、もう毎日同じ絵になっちゃう。おしめに1ヶ月以上会えてないから割と悲しんでるよ、悲しんでそう覚えてもらいたいな、覚えてるんご、覚えてるんご。なぜか覚えられてる時あるよね。え、水のないプールめっちゃ良かった、タオルめっちゃ良かったよ、あれめっちゃ良かったよ、水のないプールのタオルきっと伝わってるだろうもう最近ミキノンがなくて寂しいから、モバイルの写真を現像化してデコってる。え、かわいい、嬉しいんだけど、かわいい、え、かわいい、待っててね、かのんちゃん写真撮るから待っててね。髪切ってない、髪切ったって聞いてかれたことあります、だってミキ嘘も言うみたいミキ嘘も言うみたい、公園よく来てくれてるから顔覚えてるけど。ミキさんで記憶力すごいですね、嬉しい、かわいいね、文字毎回つけてくれて、キャワ
反応まで覚えられてると。覚えてるよ、その時あれじゃない、アンコールの衣装着てた気がする。違うかな、手に文字書いてる人じゃんって言われるように頑張ろう。大丈夫、覚えてるから覚えてるから。こんばんはワンコ、はじめまして、ワンコ、ワンワン、ワンワン、油ゼミ思い出す。1年に一度の人で覚えてもらうかな。え、覚えてるよ全然。1年に1回しか会えないみたいな感じなのかな。覚えてるよ、手紙ね、読みながら来てくれて嬉しかった。コロナで2年以上公演行けてないから10期にまだ会えてません。でも名前覚えてるから、名前を言ってくれたら分かるよ。ありがとう、東海に凝ったやつ持って挨拶するね。嬉しい、絶対可愛いじゃん。ありがとう、待ってるね。リュクシ、リュクシ、リュクシ、よかった、喜ばれて。友達と隣だったから、いやあれはいいよ、あれいいよ。隣の方紫一本振ってくれてたし、ミキの見間違いじゃなかったら。糸ミキ、はい、はいはいはい、油ゼミ思い出す。ミキ選手の初めて見た配信が油ゼミループだったのが懐かしい。あ、そうなの、すごい初回じゃんすごい初回じゃん。6月の最終ベル以降公演会えてない。確かに、で座ってる席覚えてるよ、神手でしょ、神手神手、覚えてる。もう一人だけ、もう優しい優しい顔で見てくれて嬉しかったよ、あの時。ロマンス拳銃ババンバン。あ、確かに名前大行じゃん、確かにもうミキ大好き大好き、あ、大好きですって勝手に倍増させちゃった勝手に倍増させちゃったよ、すまぬ。西見よ思い出す、はしゃいでいた。そうだよ、10期でミキパフォーマンス一番好きって言ってた。嬉しい、嬉しいって伝えといてください、嬉しい。え、ミエタの生誕祭で余ったんだ、そうなんだ、嬉しい嬉しい。東海で油汗見たってもらいたかったね。結構歌った日やった結構歌った日やった。油そば思い出す、こんばんは、あなた推しすごい。フィンランドミラクル、こんばんは。ハンギョドリの方めっちゃ久しぶりじゃない、コメント嬉しい。お疲れ様です、お疲れ様です、こんばんは。顔里川さんのアバターの方、あ、イコラブさん、ノイミーさんだの方だ、こんばんは。アバター、てん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 つんちゃんつつちゃん。私の初回はチョコチップメロンパン食べて過去のアイドルグッズを紹介してる時。おお、結構古そう。こっちの家じゃないもんね、まだその時。みおちゃん、みきちゃんと同じもの使ってると本当に嬉しそう。本当に紹介してたショールームで。カジケンの油そば本当美味しいよね。こんばんは。はじめましては嘘やんはじめましては嘘やん。結局スーツで東海行ってないけどね。そうやん、スーツで会いに来てよ、初心に戻るなんのやねんって感じだけど。糸美さんのショールーム行き始めて21回らしい。おおおー、もう10時だって。今日めっちゃ喋ってない？気のせい？今日めっちゃ喋ってる、楽しいね今日めっちゃ喋ってるわ。ミキューに早く会いに行かないと忘れられそう。ダメだよ、ミキューの記憶力舐めちゃダメだよ覚えてる覚えてる。
コアフェイスシールドがなくなってニヤニヤがバレバレだね。でいつもニヤニヤっていうかもうすごく素晴らしい笑顔で見てくださってるからミッシャンは嬉しいです。こんばんは。今のアカウントで150回目の初めまして初めましてしすぎやろ。あ、ちらよよよ。確かにスーツ買い、スーツ買い遠くから暑そうだね、スーツだったら確かにね。あ、ミクロの生態14なんで、みんな14盛り上げてこうぜ。むしろ覚えられるように間を置いてる。名前覚えてるよ、覚えてるよ覚えてるよ。スタバ来たら遅れました。うわずるいぞ。どっち飲んだんだ、パイナップルか桃か。スーツ買いお偉いさんの集まりじゃん。みんな黒縁メガネでスーツ着て。10時なんだけど